されていて落ち着きますね。この辺りは昔は山だったそうです。今回の岡崎町物語は大規模な土地区画整理が行われ人口の増加とともに発展してきた植地学区をご紹介します。岡崎市の南西部幸田町に隣接する植地学区、昭和40年1965年頃は旧国道248号沿いに人家が100戸程度でした。しかし昭和47年からの土地区画整理で日本全国から多くの方々が住まいを求めて移転し、植地学区創設の昭和58年1983年には人口4369人、現在では1万2000人余りの方が住んでいます。こんにちは。こんにちは、総代会長の三浦です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、三浦さん、はい、植地学区はどんな町なんでしょうか。昭和40年代までは小高い山だとか、田畑が広がってのどかなところだったんですが、その後の土地区画整理事業で自然を残した非常に住みやすい住宅地に生まれ変わりましたね。この本は植地の自然だとか、はい、歴史文化をまとめた非常に貴重な資料の一部なんですが、小学校が開校して間もない頃に小学校の教職員の皆さんが聞き取り調査をしたり、あるいは現地調査もしていただいて、もう本当に記録を残して出れた非常に貴重なものなんですね。童話や昔の歴史など本当にうまくまとめられてますね。この植地以外から来た人たちにこのふるさと植地のことを知っていただこうということで、植地の代表的な風景を切り取りまして植地八景ということで絵はがきもしてくれたんですね。この本を見たいという方はどうすればいいですか。はい、ホームページにですね、今載せておりますので誰でも見ることができますし、植地学区の方々にはぜひ見ていただきたい、ふるさと植地を親しんでいただきたいというふうに思います。植地学区の憩いの場所、大谷公園。公園内には展望台、遊歩道、キャンプサイト、遊具などさまざまな施設が設置されています。植地学区町物語の編集を担当された夏目さんにお話をお聞きしました。さん、はい、大谷公園は豊かな自然が残る美しい公園ですね。そうですね、大谷公園、都市区画整理事業で生まれましたが、緑豊かな小山とため池からなっております。都市区画整理以前の植地の姿が忍ばれるところであります。昔の姿が残ったままなんですね。そうですね、昔の姿を生かしつつ地元のシンボルとして展望台が作られました。これが展望台ですね。はい、銅鐸みたいな形してますね。そうですね、銅鐸のような形していますね。この大谷公園の頂上近くにはですね、平安時代の釜跡があります。そうした歴史的観点から銅鐸をモチーフとしたデザインで展望台が作られたというふうに聞いています。わー、景色すごくいいですね。そうですね、すごくよく見えますね。いい展望台ですよこれ。はい、昔はこんなに住宅はなかったんですよね。そうですよね、248号線から西側は農地で、248号線から東側は山ばかりでした。山ばかり。はい、その山が今ではすっかりなくなって、はい、まさに山が動いた。山が動いたっていうことですか。そうですね、まさに山が動いて、その山の土を毎日500台のダンプカーであちらの低い方へ運んだそうです。その時にはすごい砂ぼこりが上がったというふうに聞いていますが、そういった皆さんの努力のおかげで全国から多くの方々に来ていただいて素晴らしい町になりましたですね。山を切り開いた多くは住宅地になり人口も増えていきました。岡崎市南部地域交流センターや植地小学校、緑道など公共施設も作られ、学区民の生活を豊かにしています。すごい人ですね。たくさんの方が見えています。もう浴衣姿の方もいますし、親子連れもいます。もう出店にはたくさんの方が並んで見えます。親父と勝負シャボン玉相撲と書いてあります。小さなお子様方がシャボン玉で遊んでいますね。楽しそうですね。
こちらでは金魚すくいをやってるみたいです。皆さんたくさん取れましたかね。あ、もう1匹取ってる子もいますね。あ、こちら見てますけれども、頑張って取ってくださいね。こちらには手作りのものがいっぱい並んでいますね。ラックですとか、とても美味しそうですね。みんな美味しいですよ。手作りですか。そうです、手作りになります。本当に美味しそう。今日はシフォンケーキが100円でお値打ちになってますね。今日はシフォンケーキが100円だそうです。美味しそうですね。いい香りがしてきました。焼きとうもろこしですか。これ焼きとうもろこし屋さんなんですか。いや、僕らはですね、おみこしの会なんですけど、これはボランティアといいますか、毎年夏祭りに、はい、素人なんです。あ、そうなんですね。だからもう朝仕入れてきたのを茹でまして、それでやってますから、皆さん並んでいただいてですね、売り切れてしまいました。はい、たくさんの方が来ていらっしゃいますね。そうですね、本当にすごい人ですね。この親子夏祭りは平成2年から始まっていまして、今年で29回目です。当時の PTA の会長さんの発案で、地元の役員の方々の手作りでふるさと上地をみんなに知ってもらおうというようなことで始まったわけですが、それ以降地元の役員の方々の力で続いています。例年3000人近くの方々がお見えになっています。この時期にはもうなくてはならない料理ですね。そうですね、ずっと続いていただきたいと思いますね。はい、親子夏祭りも終わりに近づくと、上地小学校5年生によるひまいが披露されました。そしてフィナーレは花火。近くで打ち上げられる花火は迫力満点。子どもたちも大満足です。三浦さん、上地学区は皆さんの団結力が素晴らしいですね。ありがとうございます。今後はどんな町にしていきたいですか。この上地学区はこの地元に昔から住んでる方が少ないんですね。で、他の地域からこちらに移り来られた方たちが非常に多いものですから、お互いの交流できる機会を今以上にたくさん作って、そして学区の人たちが支え合えるような町づくりに取り組みたいと思っています。本当に地元を大事にしている気持ちが伝わってきました。三浦さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。